はいどうも、アイランドです。今日はね、三浦ちゃんが来てますよ。三浦さんが、三浦さん、前の動画いつやろ、バンジー。そうですね、バンジーやんの。そうですね、5月中旬かな。多分今日見てびっくりしてんけど、痩せてる別人になってますね、顔ちっちゃなりすぎてビビったね。でちょっと今日はね、シンプルにちょっと三浦同社出てなさすぎて、はい、無理くり企画です、これ。なるほど、はい、行きましょう。行きましょう。本日の企画、三浦に聞いた50の質問。いえ、 50? コースごはようでやす。はい、ということで三浦に聞いた50の質問です。はい、もうこれ50の質問実は考えてきてるんですよね。え、そうですね、考えてきてるんです、あらかじめ。で、それをちょっと三浦に今から質問していくと、はい、もうパン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 返してもらうような感じで、それではやっていきます。ちょっと愛してるゲーム C や、はい、愛してるゲーム三浦と C や。愛してる三浦、愛してるで三浦、愛してる、愛してる。そういう冷たい態度も俺愛してるから。そういう、まず一つ目、年齢29、出身東京、身長150、唇、職業、職業、旅人。結婚してる？した、一回。趣味は？趣味は釣り。好きな言葉、愛してる。欲しいもの、欲しいもの、家。スマホにある一番古い写真、こんな。男になったらしたいこと、やる、やる。もう、まあまあ、何カップ、わからん、わからん、うん、学歴当ててんの、ちょっと待って、こっちだ。愛してる。学歴は？学歴は専門卒。今まで付き合った男性の人数は？数えきれない。それはちょっとね、世間は許してくれませんよ。子供の頃なりたかった夢は？夢は医者。S か M？ S か M。 好きなタイプの男性？タイプ？末っ子系。ここに末っ子です。好きな YouTube？ 好きな YouTuber、 好きな YouTuber、 ちょっとわかんないけど、どうしよう。税理士の YouTube しか見てない。過去一番の修羅場は？過去一番の修羅場、なんだろう。修羅場はないみたいな。修羅場ないですね。男を誘う一番のセリフ、ホテル行こう。特技？特技、特技、ピアノ。初恋は何歳？0歳。好きなブランドは？好きなブランド、プラダ。タバコは吸いますか？はい。男友達との恋愛はあり？なあ、あり。おお。山下雄太郎の印象一言で？面白そう。翔太の印象一言で？年上っぽい。おしゃの印象一言で？拓也。ゲイの、アイランドはどんなチーム？個性強めなチーム。アイランドになぜ入った？なぜ入った？なぜ入った？一言で。あ、まあ、一言じゃなくてもいいですよ。でも入ったのは襲われたのがきっかけだけど、もう面白そうと思って入った。なるほど。今興味あることは？釣り。釣り。自分の悪いところ？悪いところ、遠慮しがち。自分のいいところ？負けず嫌い。欲求不満ですか？はい。それは許せないと思います。これ結婚予定は？なし。なし。ワンナイトはあり話か？あり。
付き合ってなければね。付き合ってなければ、うん、クラブは行きますか。もう行けません。もう行きません、うん、一人でも行ってた一人でも行ってた、うん、暇だなと思って行ってた。なるほど、ね、うん、視聴者に抱かれるのはあり。え、視聴者に抱かれるのはあり。視聴者相手によりけり。それは許せないと思います。これ一番尊敬する人。親父、うん、兄弟はいますか。妹。今彼氏はいますか。います。今年の、目標チャンネル登録数1万。どんな比較がしたい。こう、整形なるほど。小西の印象は。あー、愛してる。いや、視聴者からインスタの DM を返してますか。いや、私でも来てないじゃない。いや、来てない。うん、来てないでしょ、だって。あー、なるほど、ね、うん、アイランドはこれからどうなっていきますか。アイランドはもっとでっかくなっていく。誰にドッキリをかけたいですか。タクヤ。仕事は好きですか。好きです。最後、YouTube を通して伝えたいことはありますか。YouTube を通して、なんかこのよどんだ感じを明るくさせたい。なるほど、うん、質問は以上です。はい、終了。終了。